はい、どうもこんばんは、パジャマ姉さんです。短い動画にしたいと思いますけども、ですね、インスタの方ではもうとっくに上げましたけども、ワンオクロックの、オーケストラジャパンツアー2018、埼玉スーパーアリーナオフィシャルサイト先行で、外れました。でその後に、続けてアミューモバ有料会員向けの、選考に申し込んで、この間ですね、外れの連絡が来ました。ということで次はね、一般発売が、チケットピアとかローチケとかいくつかでねあるんですけど、埼玉スーパーアリーナがね出てこないんですよ。大阪城ホールだけなんですよ。ってことはおそらく埼玉スーパーアリーナのチケットは一般発売はないということなんですね。つまりもうチャンスがないんです。なので残念ですが、今回のこのオーケストラジャパンツアーってやつは行けません。はい、ですね、私ね、渚園からライブに行きだして、その後のやつはね大体全部行けてたんですけど、今回外れて、全部外れて、結果いけませんってことなんですけど、もうすごい日本が嫌いになった東方神起の一件もあり、日本のこうチケット購入のシステムがね本当に嫌いになったなりました。で私はねもう絶対にワンオクはもう海外に行こうと思って、もうワンオクがまた次回ね海外公演するとしたら私絶対来ます。だって当たんないんだもん、チケット。日本で行かれる方本当に羨ましいなと思います。きっとね、なんかワウワウとかなんかスペースシャワーとかわかんないですけどね、どっかでやるんじゃないかな、やってほしいなっていうのもありつつね、それがあるんであればぜひね見たいと思います。はい、では埼玉スーパーアリーナと大阪城ホール行かれる方、私の分まで楽しんできてください。はい、では動画が面白かったよって方は高評価の方を、チャンネル登録もお忘れなく。はい、ではまた、パジャマ姉さんでした。